今回の決算の発表内容、ボロボロでございます。真っ赤っかの大赤字でございまして、ソフトバンクグループが今年4月から9月までの中間決算を発表しました。売上は4兆6517億円と去年の同じ時期とほぼ変わりませんでしたが、営業損益は155億円の赤字でした。去年の1兆4207億円の営業黒字から一転赤字に陥りました。投資したアメリカのシェアオフィス大手 WeWork の経営悪化などが要因です。